はい、本日はですね、ノースフェイス買ってよかったものトップ5をね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、まあ、2021年もね、いろいろ買わせていただきました。本当にノースフェイス様にですね、貢献してるけども、一切こっちを振り向いてくれないと。なんで僕はこんな貢いでるんだって思う時もあったりはするんですけど、まあ、それでもやっていかなあかんで、言うてやってはいてるんですけどもね、まあ、今年いろいろ買った中で、何が良かったんってなってね、僕個人的にはね、王道なやつももちろんありますよ。これはやっぱ王道やけど入るっしょっていうのもあるんやけども、あ、これ意外と入ったんだね、みたいなのもあったりするんで、そんなところをねお話しさせていただきたいなと思います。本日の流れとしてはですね、トップ5を紹介します。だから第5位があります。5、4、3、2、1っていう風に紹介していきたいなと思いますので、その順番でね行こうかなと思います。ということで、まず第5位からいきますね。第5位はこちらのダウンジャケットです。でね、僕ね以前ねこれのベストバージョンご紹介したことあるんですよ。あ、確かに9月ぐらいに紹介してたよねなんていうことで、長袖でも買うとか言って買わんかったよねなんていう話やったと思うんですけど、これ実はね視聴者さん買ってくれたんですよ。で、視聴者さんから送っていただいたんですよ。そんなことあると、そんな神様みたいな人おんのって感じじゃないですか。いてたんですよねなんていうことで、しかもサイズもその動画見てくれてるのか分からんけどぴったり。僕 L やったらちょっと大きいんですよねなんていう話ベストの時してたんですよ。で、まあでももしかして僕普段 L って言ってるから L 送ってくれたんかな、パコってあげるんですか。 M サイズなんよ、ジャストこれでいいよということで、本来ね US の着方からしたらね L でも全然いけるかなと思うんですけども、まあ M でしょう。ええ感じでね着れてるかなと思います。で、まあね、やっぱヌプシやからねランクインせんわけにはいかん。もうヌプシって言ったらね、そのランクインする人と。で、なんで5位にしたかっていうと、別に1位でもよかったんやけども、やっぱ来てないんですよ。もう今さっき届いたばっかりで、今さっき来たばっかりなんですよ。で、なんやったらほんまこの5位違うものがあったんですよ。パンツ履いてたんですけど、このパンツをどかしてこれをランクインさせたんですよね。で、それがいい。僕的にもね、この落ち葉柄も良かったなとかって思ってたんやけども、まあいかんせんサイズがね合わんかったっていうところで買わんかったし、あと売り切れ取ったからね、もうしゃあないかと思ってもう手出さんかったんですけど、その視聴者さんねプレネで買ってくれたっていうことで、ほんまねどこまで神なんていう感じだし、なんか男性の方なんですけどもね、ちゃんと奥さんもいてはるし、僕のことをねそういうなんか性的な目では見てないっていう風におっしゃってはったんで、もうただただ応援したいという気持ちでやってるんですって言ってくれたからね、まあ、僕もちょっと一安心してね、あ、そうなんですか、ありがとうございますなんて言ってるんですけど、まあ、僕のできることっていうのはこうやって動画を作り続けてね、皆さんにやることないこと発信してってね、まあ、少しでも今日見てよかったなと思ってもらえることしか僕はできないんで、まあ、それで恩返しさせてくださいよということで、まあ、この動画を通じてねお礼を言いたいなと思います。本当ありがとうございます。まあ、お名前はね出さないんですけど F さんって方なんですかね。 F さん本当ありがとうございました。では次ね第4位に行きたいなと思いますが、第4位がこちらなんですよね。ズドン、こちらマウンテンライト3兄弟ですね。ほんまはね4兄弟でもう1人おるんですけど、それね今ちょっと嫁が使ってるってことで手元になかったんでこの3兄弟だけなんですけど、まあマウンテンライトもいいですよね。ほんまにもう色違いで買い張る方も多いし、それぐらいねこう買って間違いないというか、皆さんもねご友人にね何買ったらいいって聞かれたら、いやとにかくマウンテンライト買っとったらまあ失敗はないんちゃうっていうことで、そこから入りみたいなことを言えるぐらいのジャケットじゃないですか。だから僕これほぼ着ておりませんけども、着てなくてもねまあこれは良かったでしょと。で、逆を言うとこれを超えるようなジャケットっていうのがまだやっぱ出てきてないんですよね、新しい新作とかで。だからマウンテンライトもいいで、マウンテンジャケットもいいっていうことは分かってんだけど、じゃあこれを超えるようなやつっていうのはなかなかそれ出えへんよと。さあ、ここまで完成してるんやったらね、ちょっともうまあもう無理ちゃうかっていうところで、まあそれぐらい完成されたジャケットなんで、まあこれが第4位ということになってました。では続いてね第3位に行きたいなと思いますが、第3位がこちら。こちらねスワローテイルフーディーになってます。まあこれはね何がいいかというと、結構ね薄めのタイプになってるんで、時期的にはまあ今じゃないんですよ、春夏ぐらいがまあメインかなって感じなんですけど、やっぱりノースフェイス系ってねアウターっていうかジャケット強いじゃないですか。特にマウンテンパーカーがもう劇的に強いっていうのはね、もうどこのブランド見ててもわかるかなと思うんですけど、その中でもやっぱり劣化性変シリーズってやっぱ強いんですよね。で、劣化性変シリーズって何なのというと、やっぱ裏地がポロポロ剥がれてきたりとか、ちょっとベタベタしてくるっていうのがあったりするんですけど、それがねこれはないんですよ。だから夏場とかのジャケットとしてはこういうのを使う、で秋冬になったりしたら先のマウンテンライトを使うみたいな感じの、夏の名作そして、冬の名作みたいな感じで、同じマウンテンパーカーやねんけどそれぞれ季節がね違うという感じなんですけど、まあ、夏にねこういうちょっとしたシェル買いたいなと思ってある方なんかはこのスワローテールフーディーはねいいかなと思います。で、値段もね定価が1万6000円とか7000円かな、だけどだいたいセールとかにかかってて1万5000円以下とかで買えたりできますんで、値段的にもそこまでベラボーに高いわけじゃないっていうところでね、まあいいんかなと思います。あと携帯性もねくる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 フードの中に掘り込めたりできるんで、持ち運びもねしやすいっていうところで、まあちょっと時期が今じゃないからねあれかもしれないんですけど、まあこれもね良かったんじゃないかなということで第3位ということになっておりました。では次ね第2位に行きたいなと思います。2021年買ってよかったもの第2位というのがですね、こちらのカスタムバルトロになってますね。で、まあこれはですね、そんなに皆さんから反響いただけると思ってなかったんですけども、今となってはなんか代名詞的な感じになってるじゃないですか。バルトロのこの黄色といえば、あ、カスタムで、あ、拓造作ってんなと思ってくれてる方もいらっしゃるぐらいなんで、あ、これはね作ってよかったなと。作ってる時はね正直そんなに、まあ一応オーダーしたけどなぐらいな感じで、そんなに意気込みのところ特になかったんですけど、まあ、違ってからね思ってる以上
上に視聴者さんがこう認知してくれてて、まあ、北海道とかでもねこのダウン着てたおかげで声かけてられたとか声かけてくださった方がいらっしゃるぐらい、今思えばねカスタムしてよかったかなと思ってます。だからまあ性能云々っていうよりかはこう自分のねオリジナルの色が作れたおかげでね、まあ、視聴者さんとのつながれたかなというところでね、これは良かったんじゃないかなっていうのが第2位になってます。では栄えある第1位はですね、2021年ノースフェイスの買って方も第1位がこちらです。キャンプシェラショートになってます。まあこのダウンというかねこの中綿はねノースフェイスの中でもね唯一こう手洗いというかこう自宅でね簡単に洗えるっていうダウンジャケットなんですよ。そやから皆さんご自身のね1軍のダウンジャケットって多分持ってはると思うんですけど、じゃあ1軍はあるねんけども、じゃあ2軍どうすんのとか、こう汚れてもいいやつとか洗えるやつ何って言われたりしたら、その途端に一気に難しくなってくるじゃないですか。ってなったらね、僕も同じでね1軍のダウンジャケットはあんねんけど、じゃあ2軍でねちょっと汚れたりとかちょっと匂いついたりとかした時にすぐ洗えるようなダウンジャケットがいいなと思ったりしたら、なかなかないんよと。そんな時どうすんのって言うと、このキャンプシェラショートなんですよ。で最強の2軍である理由があってね、なんでかっていうとこれセールかかるんですよ。セールかかるでしょ、洗えるでしょ、ほんでもってノースウェイスのこれ元祖のダウンジャケットなんですよ。もうこれ買うしかないやないかと、これ以外何があんのと。だから最強の2軍なんですよこれはね。だけど勘違いしちゃダメですよ。1軍に上げるとちょっと物足りひん感じがある。1軍やったら1割7分ぐらいしか打たんな感じだけど、2軍やともう周囲打者なんやと。毎年周囲打者打ってんだけども、1軍に上げてこようかってなった瞬間にちょっとあんまり打たれへんな、ちょっとな本番に弱いんかなってなったりするので、1軍で着ようとは思わへんだけど、あ2軍やとめっちゃいいやないかと、個人的にはねそう思えたダウンジャケットやったんでよかったかなと思います。僕自身も結構着てましたしね、まあそれこそ最近こうグッと冷え込んでからはまああんまり着てないんですけども、まあ、もしね用途がね僕みたいにこう分けてね着はる方がいらっしゃればね、ぴったりの、ね、ダウンジャケットになるんじゃないかなということで、こちらが第1位ということになってました。ちなみにこれは僕去年モデルになってて、去年モデルなんですけど今年買ってるんです。今年のセール1月か2月のセールで買ってるんですけど、まあ、セールっていうかね前はもう年明けて大体セールしてますわ。もうなんやったら今の時期からセールしてるかもしれない。まあ、もしねセールしてるとかあったらね下リンク貼っとくんですけど、大体1万円くらいは安なるんちゃうかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけどもね、そんなところで良かったんちゃうかなというふうには思っております。はい、以上ね、まあ実は他にもいろいろ買ってるんですよ。ネックウォーマー買ってみたりとか、手袋新しく買ってみたりとか、いろいろ使ってはいてるんですけども、ほんまに良かったなと思うのってやっぱりジャケット系になってくるんですよね。なのでね、まあ今日はこんなところでねお別れしていきたいなというふうに思います。ちなみに明日はですね、視聴者さんの買って良かったものっていうのをご紹介していきたいなと思いますので、まあ今日はこの辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、ノースフェイス買って良かったものトップ5をご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。